ニール・ジェームズ・コッツは、アメリカ合衆国、イリノイ州セント・クレア軍レバノン出身の、プロ野球選手。左投げ左だ。MLB ワシントン・ナショナルズ参加所属。2001年の MLB ドラフト2巡目で、オークランドアスレチックスから指名を受け、6月13日に入団。2002年12月16日にキース・フォーク、マーク・ジョンソンらとのトレードで、ビリー・コッチらと共に、 シカゴホワイトソックスへ移籍した。2003年8月12日のアナハイムエンゼルス戦でメジャーデビューを果たした。2003年は先発投手として4試合に登板したが、13.1イニングで17個の支球を出してしまうなど、請求力の悪さが目についた。2004年からはリリーフ投手として登板。請求力の悪さはそれほど目につかなくなったが、 六十五点一イニングで13、基本類打。特にランナーがいる場面で弱く、三十二点二イニングで8基本類打を浴びている。二千五年校長を維持し、防御率一1九四を記録するなど、大活躍した。特に後半戦は、防御率零点七零と、ほとんど失点を許さなかった。二千六年は、八月九月ともに、月間防御率が十点零零を超えるなど、 不安定な投球がぶり返してしまった。2006年11月16日にカルロスバスケス、デビッド・アーズマとのトレードでシカゴ・カブスへ移籍した。2009年7月にトミー・ジョン手術を行った。12月12日に FA となった。2009年12月31日にピッツバーグ・パイレーツとマイナー契約を結んだ。2010年は 前年の手術のリハビリで全休し、9月17日に放出される。2010年11月22日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングへの参加が決定する。しかし、フィジカルチェックに引っかかり、2月16日に自由契約となる。2012年2月20日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。 6月11日に故障から復帰し、トリプル a 級ラウンドロックエクスプレスで25試合に当番。2勝1敗3セーブ、防御率4.55だった。11月12日にマイナー契約で再契約した。2013年もトリプル a 級ラウンドロックで開幕を迎えたが、5月21日にメジャーに昇格。その後は、 左のリリーフとして53試合に登板し、8勝3敗、1セーブ、防御率1.1165奪三振の成績を残した。2014年1月15日に、レンジャーズと1年契約を結んだ。この年は73試合に登板して2勝9敗に、セーブ、防御率4.3263奪三振の成績を残した。 2015年1月29日に、ミルウォーキーブルワーズと1年300万ドルで契約を結んだ。ここではリリーフで51試合に登板し、防御率3.26、投球イニングとほぼ同等の49奪三振を記録した。2015年8月21日に後日、発表選手とのトレードでミネソタツインズへ移籍した。ツインズ移籍後は17試合で、 マウンドに登ったが、防御率は移籍前よりも悪化して3.95だった。2チーム系の成績は、68試合に登板して、防御率3.4日1勝0敗、22死休、58、脱三振だった。同年11月2日に、FA となった。2016年2月27日、ヒューストンアストロズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに参加したが、 3月25日に自由契約となった。4月7日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだが5月18日に自由契約となった。5月21日にヤンキースとマイナー契約を結んだが6月13日に自由契約となった。6月21日にレンジャーズとマイナー契約を結んだが11月7日に FA となった。 2017年2月11日、ワシントン・ラショナルズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。